兄ちゃん、あれ何？ん？鳥？鳥？じゃあ飛行機かな。飛行機だったらビュワーンでしょ。スーパーマンかも。 UFO だよ、 UFO。 それな。ないない。千の迷いを捨てて霧の銀河を渡り、俺たちの未来へと。宇宙の暗闇に囚われ、戦い知られて、冷たい鎧に網を固め、苦しみ涙でうずめても、それが定めというなら、振り向かずに、これは嵐に飛び込む力の限りに、この手を伸ばせば満ちてくエナジー。叫びを聞いて、謎の荒野を走り、俺たちの明日へと。満ちてくエナジー。今千の迷いを捨てて霧の銀河を渡り、俺たちの未来へと。おいおい、レンとソラ、双子で同じ顔なのに、なんでレンばっかりキャーキャー言われるわけ？格闘技バカで暑苦しいソラより、模擬試験全国1位で繊細なレンってとこじゃねえか？もちろんソラのファンもいるよ。むしろソラは男子にモテる。うん、でもね、レン様はレン様という雰囲気がたまらないわけ。なんだよそれ、答えになってない。いいのいいの、男子にはわからないわよ。一卵性の双子なのになんでそんなに違うんだ？レン様は子供の頃体が弱くて入退院を繰り返していたんだって。キューン、看病したい。ポケットからキュンです。今日の朝練きつかった、腹減った。朝用の弁当、母さんが今日は時間がなくて、おかず、朝も昼も同じでごめんってさ。ありがてえ、全然いい。わっ、やったー、唐揚げー。
乗り二段。あ、今日帰り、ルカを迎えに行ってやってよ。多分、学園祭準備で遅くなる。了解。レン、お前は帰ってろ。うん。ルカちゃんじゃねー。ママサンキュー。うん、明日ね。バイバイ、また明日。明日、頑張ろうね。ルカ。あれ、ソラニー。腹減った。私も。早く帰ろう。うん。あのさ、レンニーさ、昨日も遅くまでおじいちゃんの手がかりがないかネットでずっと探してたみたい。あのバカ、だからまた熱が出るんだ。うん。でもおじいちゃんが突然いなくなってもう半年だもん。修行に行くったってこんなに何の連絡もないなんて初めてだから。ルカ、走れるか。うん。商店街を抜けて行くぞ。空に、今の。母さんには黙ってろ。心配するから。レンにもだ。わかった。ただいま。おかえり。母さん、腹減った。はいはい、用意してあるわよ。手を洗ってうがいしてちょうだい。ゲゲゲ、また唐揚げ。好きだからいいけど。ちゃんとお魚もあるし、野菜の煮物もいっぱい作ったから、せっせと食べて。レンニーは2階よ、呼んできて。はーい。レンニー、ご飯だよ。ルカ、おかえり。大丈夫だったか？うん。あ、ソラニーに私を迎えに行くように言ってくれたの、レンニー？ああ、そうだよ。今日、本当は明日の本番に備えて早く帰る予定だったのに、アクシデントで急に遅くなったの。電話しなきゃと思いながら忘れてたから助かった。やっぱり、そんな気がしたんだ。レンニーは本当勘がいい。試験もほとんど山勘で当ててるんだ。え、それで全国1位取れるの？あ、今度のテストはどこが出る？先生がここテストに出すぞって言ってたとこ。そんなの答えになってない。おい、腹減った、早く降りてこい。はーい。行こ、レンニー。ああ。はあ、食った食った。ルカ、明日早いんでしょ？お風呂入って寝ちゃいなさい。そうする。先お風呂入るね。ソラ、あなた汗臭いから最後に入って。ひどいわお母様、私にだけ邪険。みんなが風呂から上がったら起こしてやるから、ちょっと寝てろ。って寝てるか。ソラ、わかってる。やめて、壊れちゃう。侵入者め。あーたた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 た。発見様からの伝言が。え、待って、ソラ。とどめ。くわー。武田家に泥棒に入ろうなどとは、この不届き者が。え、なんだこいつ、ロボット。あー、硬いと思った。それに、剣家の伝言？剣って
じいちゃんのことか。そうです、武田玄之進様からの伝言。あ、壊れた。あ、壊した。蓮、直せる。さあ叩くか。普通叩くと治るよね。ずいぶん叩いたよね、もう。でもやってみよう。やめてやめて。あ、死んだふり。死んでおりません、ロボットでございますので。でも大事なデータが飛びました。なんで。大事なデータは最後まで守るでしょ普通。ソラ様、レン様、ルカ様の秘密に関わることでご本人様たち以外に知られてはいけないことなので、外的ショックを受けたらすぐ消えるようにプログラミングされておりました。外的ショックね。え、今俺がショックだわ。一番大事なデータがないとして、僕たちに見せられる他のデータはないかな。お待ちください。ケン様とリュウ様がディフォルメ製で戦いを始めた頃のデータがあります。ケンはじいちゃんとして、リュウって誰？リュウ様はケン様のお兄様です。はあ？じいちゃんに兄弟いたの？聞いたことないぞ。レン、知ってたか？うん、じいちゃんが行方不明になってからいろいろ調べて知った。じいちゃんのお兄さんか、聞いたことないな。疎遠なのかな。国連防衛軍のデータベースに入って調べたら、地球に戻る途中で行方不明となっていた。ちょ待てよ、地球に戻るって何？ディフォルメ製って何？大体国連防衛軍のデータベースって入れる？普通そこ？ねえ、そこ入るとこ？まあ。ではお見せします。ケン兄さん、しっかりつかまれ、絶対離れるんだ。電力不足です。バックアップエネルギーに変換。うまく変換できません。エラー11、スリープモードに入ります。スリープモードに、もう、おいおい、始まったところだろ。おい寝るな、起きろロボット。誰も知らない世界を一緒に探しに行こうよ。青い空に浮かんだ雲が